僕の名は平原平介。ただいま人生初のパチスロに挑戦中です。先ほど無事に札をコインに変えることに成功いたしました。おい小僧。はい。これもすべて僕のパチスロの師であるこの方、荒沼巌先生のおかげです。では次はコインを台に入れ。はい。とは言ったものの、一体どこにコインを入れたらいいんだろうか。ここかな。あれ、入らない。おかしいな。じゃあここかな。やっぱり何も起きない。入れる場所が違うのかな。どうしよう。落ち着け小僧。よく目を凝らせ。一番入れたくなるところに入れる。ただそれだけのこと。そして入れるべき場所に入れれば、ダイは声を上げてリアクションしてくれるぜ。はい。落ち着け平助。落ち着いてダイを見るんだ。ここはなだらかで優美な曲線を描くそのライン、そしてその奥にある魅惑的なクレパス。ここだ。ここに入れたい。これがダイの声。なんてたまらない音なんだ。ふふふ、正解だ。平助、お前なかなかいい声でダイを泣かせおるではないか。もっと声が、もっとダイの声が聞きたい。よいしょ、よいしょ。おい小僧、そんなコインの入れ方してたら日が暮れしまうぜ。真の男のコインの入れ方ってな。うん、こうだ。どうだどうだ。おら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 。すごい。なんて高きコイン挿入だ。激しくもポジティブなバイブスをビンビン感じてしまう。僕も。うまくいかないや。小僧、スマイルスマイル。なんて温かい男なんだろう。武田家しさと温かさを併せ持つ男、荒沼巌。この男の弟子になってよかった。平助はそう思った。だが実際の打ち方はまだ全く習っていない。よろしくな。